このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。ゴーハローハロー、旅立ちの日に。カナダの女性たちの不動産高く誤解する人が多い有効期間の引っ掛け問題編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、宅建試験の勉強をしておりますと、こう有効期間のですね部分って結構出てくるんですよ。有効期間何ヶ月以内に何々しなさいとかですね、そういう問題結構多いと思うんです。でこれ何ヶ月以内ってですね、そう1ヶ月なのか2ヶ月なのか3ヶ月なのかって、その数字を覚えることももちろん重要なんですけども、そこだけにとらわれてしまうとですね、こう足元救われてしまうというような感じの問題も結構あるんでございます。そんな中ですね、今日もですねすごく素晴らしいご質問いただいておりますので、早速ですねお答えをしていきたいというふうに思っております。ということで今日もですねコメントをご紹介する前にですね、先に問題の方ですねみんなでちょっとやってみたいと思います。いきますよ、こちらです。令和1年問31、宅建業者 A が B から B 所有の既存のマンションの売却にかかる媒介を依頼され、 B と専任媒介契約、過去専属専任媒介契約ではないものとするを締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によるは正しいものはいくつあるかと、そういう問題でございます。いきますよ、今日取り上げたい選択肢はこちらです。 A が B との間で有効期間を6ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。はい、どうでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。これ落ち着いて考えてください。理由も含めて考えてくださいよ。はい、この問題答えは×でございます。はい、これ丸だと思った方、この動画ですね、必ず最後まで見てください。で、×だというふうにした方もですね、理由がよくわかってないという方は、ぜひこの動画最後まで見ていただいて確認をしてください。いきますよ。それではコメントご紹介いたします。こちらです。エリマさんありがとうございます。質問です。令和1年問31の選択肢 E ですが、宅建業者 A がマンションの売却にまつわる媒介を A に依頼した B との間で有効期間を6ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約が無効となる。この答えが×なのですが、専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできませんと解説に書いてあります。であれば無効になるので答えは丸ではないでしょうか。混乱しております、助けてくださいということでございます。はい、皆さんこの方が言いたいこと分かりますでしょうか。で、専任媒介契約の有効期間というのは3ヶ月じゃないですか。これは実務でも超常識なんでございます。で、これについてはですね、これリマさんも分かっているということだと思います。ただですね、だったらこれ6ヶ月という風に契約書に書いたらそれ自体無効なんだから、この選択肢は丸なんじゃないんですかっていうことを言いたいんだと思います。はい、これ皆さんどう思いますでしょうか。大丈夫でしょうか。これですね、実務でも超重要でございます。ここですね、重要なので解説していきますよ。まずですね、専任媒介契約の有効期間、これはですね3ヶ月でございます。そこはいいと思います。ここはですねすごく実務でも重要でございます。専任媒介契約の有効期間3ヶ月っていうのはもう実務をやる上ではですね超常識でございます。特に売買系に就職した場合ですね、これを知っていないとですねもうすごい初心者扱いされますんで十分ご注意ください。これはですねもう超常識でございます。で、今回重要になってくるのはですね、この先の知識なんでございます。これはですね、宅建業法をちゃんと読んでいただくと分かるんですけども、いきますよ、こちらです。宅建業法第34条の2第3項、依頼者が他の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約、過去専任媒介契約というの有効期間は3ヶ月を超えることができない。これより長い期間を定めたときはその期間は3ヶ月とする。はい、そうなんでございます。これちゃんと書いてあるんです、最後の方に。これですね、3ヶ月を超える長い期間をですね定めた場合っていうのはですね、契約期間が無効になるんじゃないんですよ。これよく注意してくださいよ。これ実務でも間違えて理解してる上司の方結構います。これ3ヶ月じゃなくて6ヶ月って書いたらですね無効じゃないんですよ。これ3ヶ月になるんですよ。ですからですね、もし新人営業マンがですね6ヶ月のですね有効期間で専任媒介契約書を万が一間違えて交わしてきたらですね、上司はですねそれ無効になるんだよっていう風に教えるんじゃないんですよ。そういう風に教えたらですね、その上司もアホっていうことになります。そうじゃなくて、6ヶ月のやつで専任媒介契約をもし交わしてきたとすれば、それはお前3ヶ月になっちゃうんだよっていうことをですねちゃんと教えてあげるっていうのは正しいアドバイスになります。実はこの部分ですね、コメント欄で素晴らしいですねフォローしてくださった方がいらっしゃるんです。こちらです。歯抜けの瀬川英子さん、ありがとうございます。今さんへ、無効にならず強制的に3ヶ月になる、こういったところは無効となりますということでございます。もう素晴らしいですねコメントありがとうございます。さあ、今回ですね、なぜですねこの選択肢を取り上げたんでしょうか。ここはすごくポイントなんですけれども、これですね、過去30年間の間に専任媒介契約のですね有効期間に関する問題ってどれぐらい出ていると思いますか。これでかなり出ているんです。これ全部でですね11回も出題されています。ということは3回に1回はこう専任媒介の有効期間に関する問題が出ているということなんです。ということでですね、ここの部分徹底的に強化していきたいと思います。
チャンネル登録よろしくお願いします。いきますよ。平成29年問43、宅建業者 A が B から B 所有の中古マンションの売却の依頼を受け、 B と専任媒介契約、過去専属専任媒介契約ではない媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはいくつあるか。はい、いきますよ。選択肢はこちらです。当該専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできず、また依頼者の更新しない旨の申し出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし B が宅地建物取引業者である場合は A と B の合意により自動更新とすることができる。はい、どうでしょうか。いきますよ。答えは×ですよ、これ。はい、専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできません。これはもう実務では超常識でございます。で、そしてですね、重要なのはここからなんですけども、専任媒介契約を更新できるのは契約終了時にですね、相手方から申し出があった場合、依頼者から申し出があった場合だけでございます。ここは超重要なんです。これ実務でもすごく重要です。ここについてはですね、別途何か合意があったとしても自動更新にはできないんですよ。自動更新ダメなんです。絶対にダメです。これですね、 B は業者だということでですね、これ引っ掛けようとしてるんです、選択肢では。ただですね、これ別に業者だからといってなんか特別扱いをするという規定はございません。これですね、別途合意があればですね、自動更新できるなんていうですね、特約をつけちゃうとどうなるかというとですね、おそらく全ての媒介契約書はですね、この特約が入ることになります。おそらくですね、自動更新に合意するものとするみたいなですね、特約をですね、もう専任媒介契約に当たり前のようにですね、入ってくるようになっちゃいます。そうするとですね、もうこれ法律の規定の意味がなくなっちゃいますので、自動更新というのはですね、絶対にダメだというふうになっております。これはですね、実務をやると分かるんですけども、3ヶ月ごとにですね、専任媒介契約をもう一度ちゃんと説明して交わし直すっていうのはですね、結構めんどくさいんですよ。扱う物件が増えてくれば増えてくるほどですね、この作業がすごくめんどくさくなります。ですからですね、これ実務上のお話をしますとですね、これ専任媒介契約をたくさん抱えてですね、在庫をいっぱい担当者が抱えてしまうとものすごくですね、事務作業が増えます。ですからですね、私がですね、営業やってた頃どういう風にやってたかと言いますと、もうできるだけですね、専任媒介期間のですね、3ヶ月以内に売り切れるようにですね、オーナーを説得してですね、価格も調整してやってました。そうしないとですね、売れない高い金額の専任媒介契約がどんどん増えていくとすごく大変になりますんで、まあ、そういう風にですね、なると営業活動にも支障が出てくるので、できるだけその3ヶ月の間でですね、はけさせるような感じの営業投稿をですね、うまくオーナーにして価格も調整してなんとか売り抜けていくということをですね、考えるっていうのがですね、売買のですね、中古物件の営業マンとしてはですね、すごく重要じゃないかなというふうに思っております。ということでですね、専任媒介の有効期間と更新に関してはですね、過去の試験問題ですごく出ておりますんで、ここに関しては十分ご注意いただければと思います。ということで、また明日。必ずできる明日の世界へと。